伊藤亮太郎選手がちょっと米本選手や稲口選手に捕まったりだとか、前でこうさばいたりするケースってのがとてもちょっと少なくなっていました。この間の浦和戦とかもそうだったですけど、やっぱり上位チームになってくると、2枚ともがその運動量だったりプレッシング、またはミドルブロックだったりだとか、あとはまあマンマーク傾向もあったりするかもしれないし、単純にデュエルの強さってところもあるかもしれないですけど、そういうので、なかなかこう伊藤亮太郎選手がボールを保持したまま前に進めるっていうケースが、今までに比べると少なくなってた、減ってた。 えー、ところがありました。で、そのミトちゃんも使えないというふうになりはしてたんですけれども、そのゴメス、アライ、または逆サイドのオータなどなど、いわゆるその二人をミト伊藤与太郎を買い、えーねえー、使うことなく、 他のところからチャンスメイクに成功したっていうのが一番大きかったんじゃないのかなとは思っています。今後ね、そうやってサイドの皆さんがやっぱり基本的にボールを持つっていうふうになれば、伊藤良太郎選手の目の前にいるアンカー、またはダブルボランチ、等々のそのマーカーの方々も、ちょっと逆方向を見に行かなければならないなっていうタスクが生じたりするので、もっとこれから伊藤良太郎選手は、より、ええー、翼をいただくような感じで、やっていくケースになっていくのでじゃないかなとは思います。 いつも通り戦ってくれれば、まあ、残留だったりもそうだしこれだけこう、えー、それぞれがフレキシブに動けるサッカーまたニスサイドバックみたいなこととかもやれるチームですから、まあ、今後もいいサッカーを見せてくるケースは高いんじゃないのかなと思った試合でございました。